私思うんだけどさ、特に何もしてないのに知らない大勢の人から豆投げられる気分、わかる？どう考えてもかわいそうじゃない？っていうか、鬼が外に出てったからって服が入ってくるって誰が決めたわけ？別に私たちだって近くにいたって運気落とすようなことしないし、っていうかどっちかっていうと多分優しいと思うよ。なんか毎年腑に落ちないっていうか、理不尽というか、鬼っていう名前だけでみんな私たちのこと嫌いすぎなんじゃないかなって思ってるんだけど、どう思う？まあそれはそれなんだけど、なんで私が今日あなたの夢に出てきてるか、なんで私が今あなたの目の前にいるかわかる？まあ簡単に言うと、夢の中に出てきて豆を投げられた分お仕置きしようと思って。そういうところが良くない？まったくもう、そういうところが良くない？だってやられたらやり返したいでしょ。それが普通じゃない？もうかれこれ100発以上投げられてる気がする。しかも一個一個ずつじゃなくて大量の豆を一気に。かわいそうすぎるというか痛すぎるし、もう本当に毎年2月3日は嫌いな日。あなたさ、去年も私に豆投げたよね。だから今年こそは仕返ししてやろうと思って夢に出てきたってわけ。よかった。というわけで、今から私が投げられた分の豆を一緒に数えることと投げられたところを復習します。あ、復習っていうのは怖い方じゃなくて、もう一回おさらいするっていう方だから、まあ痛くないから安心してよ。私は痛かったんだけど、同じようなことするのはね、かわい
83
ういう風に毎年たくさんの数の豆を顔に当てられるんだよ。かわいそうでしょ。じゃあここまで私がどんな目に遭ってきたかっていうの分かったと思うから、最後に来年あなたが私に豆を投げないようにしっかり暗示をかけるからね。いや、暗示というか事実というか、まあ、とりあえず鬼は悪いやつじゃない、いいやつ。はい、一緒に、鬼は悪いやつじゃない、いいやつ。はい、もう一度、鬼は悪いやつじゃない、いいやつ。あとは人にやられて嫌なことはやらない、人にやられて嫌なことはやらない。あとは鬼は友達いいじゃん、今日から友達ということで、鬼は友達。友達に豆とか投げないじゃん。そういうことにしよう。だから私も来年は投げられる方じゃなくて投げる方になろうと思うの。そうね、何に投げるかって、何に投げようてか、標的がいなくてもいいと思うんだよね。別にこう空気というか空に向かって投げればいいんじゃない？そうしようよ。で、鬼は外じゃなくて、鬼は外なしで、福は内っぱ、福は内っぱって感じでいいんじゃないかな。そうしようよ。そうしたら誰も傷が出ないし、誰も傷つかないし、誰も痛い思いしない。わかった。来年は鬼に豆を投げない。来年は鬼に豆を投げない。わかったね。約束できそうかな。多分。約束だよ。じゃないと、また来年も夢の中に出てくるからね。しかも今度はもっと陰湿なお仕置きするから。まあ少しは分かってもらえたみたいだし、私も次の人のところに行かなきゃいけないから、そろそろおいとまするね。まあ一年幸せで。